ウォーレン・バフェットさんというと世界的に経済、世界経済に影響のあるアメリカ人投資家ですね。彼が日本と中国の将来について中国のテレビ局で語っておりました。その内容の抜粋をちょっとご案内してみたいと思います。彼はこう言っておりました。今まで BYD、中国の 電気自動車の会社に投資をしていたんですが、その投資を引き上げると、まあ、電気自動車ってこれからですよね。ですのが、もう彼は、えー、撤退をして、日本の5大商社に投資を傾けたいと、こう言っておりました。彼が日本と中国の将来にどう思っているか、話の内容は以下の内容でございます。 日本は民主主義国で国。で戦争で荒廃した焼け野原を現代の姿に作り上げ発展世界最,最高の先進国になった私は日本の可能性を確認した相手を思いやり尊重する調和の取れた合理的な外交方針より良い未来のために日本とのパートナーシップを強化したい。 現代の 5, 度5大商社株にプラスしプラスの日本株を考えているそのようなことを言っておりますねそして長期的に安定した価値を重視する考え方は日本企業の特色で日本は世界一の長寿企業国とそれでこのウォーレン・バフェットさんはどういう基準で自分の投資を考えているかということを4点を 掲げておりましたまず事業の内容が理解できること1番目2番目は長期的に好業績が予想できる、まあ、短期的なものを見るのではなく50年100年年のスパンで見るととここういういを言っておりますそれから経営者が有能であること魅力的な株価であることこの4点をですね重視してその株を持ったからといって企業経営には干渉しない。 長期的投資を重視すると。自分の投資する日本企業は今後100年間いや永遠に生き続ける企業と評価して投資をしたこのように日本の5大商社を評価してるんですねそれで中国についてはどういう考えを持っているかと言いますと中国は共産党の強権独裁政治覇権主義だ。力による現状変更を考えているとまあ南 東シナ海ですねで国民企業に自由はないと中国政府の一方的な利己的な、まあ、強権高圧的な外交方針で成長した、まあ、国内海外市場ですねこのような国は世界にない成長力を失った国際社会でその立場が徐々に狭まっているとで中国国民は幼い頃から中華思想を教育され 中国だけが正常な国家で他の国は未開という考えが通用している過去の考え自国の慣習に固執し新しいものを認めずに生きている、まあ、バフェットさんはそんなように考えているんですね。そこで、まあ、今後期待ができる中国電気自動車の最大手 BYD の株をもうすでに、まあ、これからなのにもう売却と。 いうことをはっきり明言してますねそれから彼は今電気自動車が話題になっておりますがその米国のテスラの株も自分は買うことはないとですのでまあ侵であって長期的にどうなるか読めないとそういうようなところとは組めないんだと長期的に安定してまあそういうところに投資したいという彼の 基本的な考え方がまあ見えるような感じがしますね自分は投資家なんだとそして未来の可能性を信じ中国よりも日本を選択したとこのように述べてますねですので今中国の大手の自動車メーカーの株を売却して日本株に乗り換えるとで今後50年100年は中国よりか日本の方が将来性があると 彼はそういういい具合に考えている、そのようなことを中国のテレビ放送局インタビューの中で答えておりました。